今からお前に何話そうかな、どうやってこの感じ伝えようかな、少し長くかかるかもな、でもね頑張ってみるよ。神様もきっとびっくり、人ってお前みたいにできてない、痕跡最大の突然変異ってくらいにお前は美しい。そんな前の父ちゃんと母ちゃんの心と心くっつきそうなほど近くにいた二つの思いと、思いがちポケな時間なんてものせいにしてはいつしか目と目も合わさず、もう二度と聞こえないただいま、そんな二人をまみつめるうるとした瞳でこうつぶやく。私の命は二人の愛の証、そこには一つだって嘘はない、そうでしょう、そうだと言ってよ。二人に愛はもうないと言うなら、私の命は全てそれに代わり、時に嘘をつかせないで。ある日二人交わした約束を今につなぎ止める、光が今の君なの。を見て流るるその涙も半分こずつもらったのに、君がこの世に生まれた奇跡を信じれないという、君と僕とが出会えた奇跡を信じれないという。同じとこに焼けたピアス、お前のだけ明けに光って見える。俺もいつか輝くかな、お前みたいに世界は愛せるかな。俺の心を滅びようとも、醜く朽ち果て生き生きとろとも、その最後の一瞬だけでもお前が見てた世界見てみたいの。もう決めたの、俺とお前50になっても同じベッドで寝るの。手と手合わせてたら血も繋がって一生離れなくなったりして、こんな夢をいつまでも見よう、覚めなければいいってことにしとこう。覚めるから夢と呼ぶんでしょう、って言うなら他に名前つけよう。君と書いて恋と呼んで、僕と書いて愛と呼ぼう。そうすりゃ離れそうもないでしょう、いつかそんな歌作るよ。君と僕が出会えたこと、人は奇跡と呼んでみたいだけ。奇跡が生んだこの星で起こる全て奇跡以外ありえないだろう。六星星術だろうと、ダサ界だろうと、俺が木星人で君が火星人だろうと、君が言い合っても俺は地球人だよ。いやでも金にも木星人でも、たかが隣の星だろ。一生で一度のワープをここで使うよ。奇跡だから、奇跡だから、うん。